9月1日日曜日でございます。こんにちは。こんにちは。とうとう9月になりました。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、つゆさん最近は。僕は最近クミンプールよく行くんですよ。え、なんで？何しに？泳ぎにやん。ああ、泳ぎにか。何し、何がやねん。いや、めっちゃいいですよ、クミンプール。ああ、そう。うん。もう、聞いてたら、500キロぐらいやってます。え？ 500 キロぐらい。500メートル。何言ってんの、お前。下手にも程あるやろ、お前。溺れすぎやって。マジで。500キロって、ニュースなってるって。クミンプールで500キロ泳いだら。怖いって。頼むわ。集中しような。ごめんなさい。ほんま。ごめんなさい、そんな。いやいや、泣いてる前なしに。1キロ間違えちゃった。いやいや、間違えすぎやで。出来心だったんです。いやいやいや、確信犯やけ、女は。ごめんなさい。500メートル。え、あれって1回何ぼとかな？え、1回400円。あ、そんな値段でいけんねや、はい。で、2時間。どういうこと？ 2 時間まで？ 2 時間入れるんです。200、400円で。2時間。おー、僕、屋内の方です。屋外の方は200円。え、そうなん、そんな安いんですよ。めちゃくちゃいいですよ、ほんまに。へぇ、もう海パンのまま行くんで、僕。嘘や。マジで、いや、ちょっと距離あるやろ。いや、近いとはいえさ。自転車やったらすぐやし。歩いてもすぐなんで。いや、ご機嫌すぎるやろ、お前。海パンのままは。どうすんのよ。浮きてますよ、上はね。あ、上は来てんの？浮き輪持って、海パン持って歩いてるわけじゃないです。ご機嫌すぎるやろ、水泳キャップかぶって。かぶって。あ、お前はいらんのか？なんで？じゃ、いるいる。いんの？一応、はい。抜けやすい人は特にいるんじゃん。ゴーグルも買ってね。あの、耳栓ついてんすよ、今のやつ。どういうこと？何に？ゴーグルの横のゴム、バンドのとこに、あの、何ですか、エアポッツの、あの、ゴム。ゴム版みたいな。ゴムみたいなのがついてて、耳栓も、あの、それが代用してくれるみたいな。耳栓なんかいる？耳栓入れます？クロールの時に。え？どんなクロールしてんの、お前。耳に水なんか入らんだよ。クロール入れよ。な、ひろなちゃん。私、あんまり入んないから。入らへんって。キシャンさん入りますよ。入るか。なんて。入るか。留学生みたいな。キシモトがいた。キシモト。なんでそんな身構えてたんですか。普通の質問じゃないですか。入るか。アインシュタイン。山崎ひろな。キッド&ハート。どうも、愛ちゃんかわいです。別社員の稲田です。山崎ひろなです。お願いします。お願いします。その音鳴ってるのなんか喋り続けるのやめてくれ。ちょっといじりすぎて全く聞こえてない。何がそんな難しいね。こんな長いことやらしてもらってんのに。お前、あ、こ、プロでも耳に水入るってなんなんですか。シャワーとか入っててこうなんか、あの横か首傾けたりとかした時に、ちょっとでもそれしたら耳に入ります。これ耳の穴大きいんで。いや、そのかっこよないよ。ほんまに。プロとかでも潜ったりするじゃないですか。潜らんて。プロ。いやいや、ドデカン風呂なんですね。潜ね。潜ったりした時に、出てきた時に入ってくる、水。いや、もう潜るかよ、ほんなら。なんで耳に水入るんやったら。いやいや、でも出しますよ、ちゃんとね。でも、プールやったら耳栓ついてる方が、やっぱいちいち入らないんで、いいんですよ。それいつもほんまにどれぐらい泳ぐの毎回。ほんまに、500。500メートル、なかなかやな。25メートル。25メートル、20本やるってこと。10本、10往復な。20本って何が気に食わん。いや、僕そういう数え方してるんで。いや、知らんで。でも最低で、でも気ぃついたらそんぐらいやってます。濡れるのが。濡れるのカッパみたいな。やっぱり戻りたいんじゃないですか、川に。帰りたいんで。そのままどっかあれなん、そのクミンプールの下潜っていったら目黒川につながってるとことかあるってこと。逃げないですけど、お母ちゃんに会いに行けない。本当のお母ちゃんに会いに行ったりする。やっぱりちょっと水質とか悪くなっちゃってますね。もうそんなスイッチ入っちゃって。どうやらスイッチ入っちゃって。すぐ入るからな。スイッチバカになってるからな。今の話が途中からどうでもよかったよ。いつ入ったのかな。どうやってカッパにしたろこいつ。そんな考えてないんですよ。いつ皿触ったのかな。
おすすめですね。もうやっぱなんか夏って気持ち感じしますね。懐かしい感じになりますね。帰りに飲むスポーツドリンクが美味しい美味しい。あ小学生の夏休みみたいな。でもまあなんか体に負担が少ないからいいって言うけどね。ね。あなんかいいみたいですね。そう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 。あと消費カロリーもすごいあるらしいですね。ああ、そうね。水の中は。うん。お嬢はそう行ったりしてへんの？行ってないですね、全然。そんなに太らへんな。いやもう食事って、と、うん、あとでも夏って暑いからすぐ汗かくから割と冬より痩せやすくないですか？ああ、そうなんや。うん。うん。あとあんまりその、夏ってそんなにこってりしたものとかあんまり食べないじゃないですか。確かに。どっちかっていうと冬の方がそういうの欲しくなっちゃうから、うん、はい、確かに。割と夏って痩せやすいな。うん、でも体質から、うん、体的に、うん、秋ってやっぱ太りやすいらしいですよ。その蓄える時期だから。まあ動物の本能としてね。そう。だから、その、ピラティスの先生とか、秋気をつけてくださいねって、うん。ピラティスはまだ行ってんの？行ってます、行ってます。おー、偉いね。もう、毎週、週1はマストで、うん、多い時週2で。へぇー。かっこええな。行ってますよ。僕、3日連続クミプール行ってます。なんて言ってほしいね。なんて言ってほしい。え？昨日まで3日間連続で区民プール。どんだけ暇やねん。暇の証でもあるやろ、それ。3日連続で。お前、区民プールの人も思ってる。今日も来てんだよ。あの、カッパが来てる。それ、ちゃうちゃうちゃう。じゃあね、来てへんだけど。そうか。入りっぱなしやから。そうですよ。常に入ってますよ。気をつけてください。気をつけてください。気をつけてください。いいな、でも、週一継続してるって。確かにね。河合さんなんか続けてます？いや、俺、だからその、習字と韓国語だけど、なかなか、その、いけてないね、今。あの、その、先生のところに会いには、なかなか。家で、空いてる時間ちょっと練習したりとかはする。なるほど。いちいち、隅すするんすか？いや、俺、その後吐くんか、俺。タコちゃうねん、俺。するな？何がそんな難しいねん、お前。厳しいわ、すするっと。いや、どうしたんですよ、大ごとにすんな。いやいや、大ごとやろ。してないけど、そんなもう、全然喋ってないから。するの数が一個多かっただけやな。なんで数一個なんねん。余ってたってないねん。持って帰れや、一個自分で。ラジオやぞ。大ごとにすんな。そんな大ごとにはなってないね。お前が声荒げるから大ごとに聞こえるだけで。別に通常運転じゃん、通常運転は。ほんまに。自分でやってる。いやいや、もう牧場牧場。で、もう、スズリンも使ってない。そういう家で練習する用の、なんか、プラスチックのやつがあって、それにしてる。もうだから、まあもうその、ほんまはな、隅、すすって、あ、ごめん、すって。もう、背中なんだけど。おい、言わない、今かそう。どう思います、岸本さん。誰に委ねてんねん。誰が落とすねん、このラジオ。どうなってんの？小学館時のひまちゃんや。ごめん。大当たりしてる。いやいや、息合ってなさすぎる。いやいや、4年やってるとは思われへん、マジで。ちょ、頑張っていこうぜ、マジで。今週も。確かに。後半取り返していこう。はい。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。この番組はちょっと塞ぎがちな日曜の夕方を笑いと音楽で明るくしていきます。最後までお付き合いください。イエス。アインシュタイン、山崎宏奈、ヒート&ハート。この番組はボートレース振興会の提供でお送りします。アインシュタイン。山崎宏奈。ヒート&ハート。さあ、それでは今週はたくさんお便りをいただいておりますので、できる限り紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネーム、かいまなさんからいただきました。新潟の女性の方ですね。2021年の4月に30歳で看護学校に入学したことをメールさせてもらったかいまなです。はい、あれから3年が経ち、無事、看護師の国家試験に合格して、今は地元の病院で手術室の看護師として働いて4ヶ月が経ちました。毎日覚えることがいっぱいで大変ですが、一回り下の同期や、年下の先輩方に恵まれて楽しくやりがいを持って働いています。そこで一つ質問なのですが、病院に通ったり入院した時に看護師さんにされて嬉しかったこと、言われて嬉しかったことありましたら教えてください。逆に嫌だったことなどもありましたら教えてほしいですと。
入院したことないかもしれないな。これでもすごいよね、30歳で看護学校に入って、うん、でね、お便りいただいて、うん、それでもう働いてますって。ほんまや、ね、すごいですね。でしかも手術室やで、あのドラマであるようなやつですもんね。ああ、いやもう本間さん、もう何の仕事でもそうやけどさ、その最初の半年とかぐらいってもうわけわからへんや、うん、それが人の手術に立ち会ってて、いやすごいですよね。もうマジでミス許されへんや、うん、私命に関わるってプレッシャーもすごいでしょうね。なあ、なんかあります？河合さん。いやいや、もうそれこそ入院してる時はもうだから一挙手一投足もう全部がありがたい、うん、ああわかりますね、うん、ああ、うん、そのさあ夜勤、まあその点滴を朝の5時、昼前の11時、夕方の5時、夜中の11時、で、また朝の5時、みたいな、1日4回、その点滴するって言ったと思うんだけど、その朝5時、まあもちろん夜勤で昼前ぐらいまで働きあるやんか。その時間もさ、もうその、しんどいやん、朝5時ぐらい、なんかちょうど夜勤で。そうですよね。ああ、でも丁寧にやってくれあるしな。で、ナースコールになったらそっち行かなあかんわけやろ。うん、いや、仕事といえどちょっとすごすぎるけどな。そうですよね、ほんまに。あれさ、なんか手伝ったりはしたん？足でまといやろ。俺なんかしましょうって。ナースコールどっかでなってたら、駆けつけたりはしたん？俺が何できんねん。まず俺見てもらう側やねん。点滴のやつカラ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 持っていくんか、ほんま。大丈夫ですかって。大丈夫ですかって俺言われる側やねん。いや、すごいで、マジで。そうやな。なあ、もう全部やらなあかんわけや、看護師さんが。なんか、普通に明るく接してくれるだけで、こっちの気持ちは明るくなるじゃないですか。うん、もうだって、もう、とにかく、やっぱり弱ってるわけや、うん、入院してるところは。ね、私、心細いし、あと、やっぱり、このまま悪くなっちゃうのかなとか。不安やしな。嫌な妄想とかも多分膨らんじゃうと思うんですけど、なんか。だって、なんかその入院してる時さ、うん、まあ一週間入院してんけど、はい。その、点滴ずーっとしてるけど、うん、その、経過がどうかは分からへん。いや、そうですよね、うん。途中ちょっと検査したりとかはして、うん、まあ数値がちょっと正常に戻ってきてますよ、ぐらいはあったけど、うん、でも目に見えへんからさ。そうですよね。ああ、だから不安やしな。うん、励みになりますね。ああ、特に大阪やったから、そういうのもあったけどね、うん、その、看護師さんのノリ的にも、なんか、割と。点滴お好みソースにします？いや、そんなひょうきんな看護師さんおらんかったけど。でもまあ、前言ったけどさ、その、写真撮りましょ、はいはい、撮っていいですか？あ、全然大丈夫ですよって言ったらなんかテンション上がって、やったー、じゃあ点滴早めちゃおうって。それは待ってくださいよ。それは普通のペースでお願いしますよ。いや、でもまあね、本当に救われる、もう全患者さんが救われてると思いますよ、本当に。マジで嫌なことなんかほんま、ないけどね、本当に。まあ中にはちょっとね、嫌な思いされる方もいらっしゃると思いますけど、頑張ってほしいですよね、頑張ってください。はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、じゃあ続きまして、ラジオネーム、よっちゃんいかさんからいただきました。はい。先日飛行機に乗った際に、何気なく CA さんの姿を見ていると、通常の収納棚が確実に閉まっているかどうかを確認する所作がとても綺麗でした。今までに何度も見ている姿ではあるのですが、その日は特に目に留まりました。そこで質問なのですが、お三方が惹かれる同性異性の所作、仕草ありますか？これはめっちゃあるな。何ですか？僕はまあ、やっぱりそのバイトが長かったので、はい。ご飯食べに行ったりお酒飲みに行ったらカウンターに座るのが好きなんですよ。その中の人の所作を見るのが好きや、うん。バーテンダーの人とか、はい、寿司職人の方とかでも、なんか、その、すごいリズムよく、水濡らしててパンパンってやって、シャリ握って、ネタ持って、わさびつけて、はい、2回3回握って出すまでの、うん、この一連の所作がもうずーっと一定なの。やっぱり熟練した。ルーティン化してる。そうそう。だからそれを見てるのはもうめっちゃ気持ちよかった。まあバーテンダーの人とかもそうやし。はい。そう。だからやっぱりその見られてるっていうのをすごく意識してされてるから。うん。だからなんか逆に、まあ、その、むちゃくちゃ、ちゃんとしたって言ったら失礼やけど、
普通のちょっとポップな、うん、なんていうの、レストランバーみたいなとこでアルバイトの子とかがやってんのとか見たら、はい、あなんかボトル拭く前にあのキャップ閉める前にボトル拭いたらいいなとかユーズルールだ。うん、あそうだ、その量の残ってるやつはもう入れん方がいいのになとかちょっと多いな、いやちょっと多いな、めっちゃある、あそれ氷溶けちゃうなだほんま店側からしたら食んなよって話だよ気になる。でも所作はそれこそないの、役作りとかでさ、はい、あのなんかこの全然なんとかの、はい、そういう専門職の役とかで、専門職、例えばお医者さんとか、はい、ないの今まで、そういう専門職の役、なんか作業、手作業が必要な役は、うん、今まであんまりなかったかなと思いますけど、うん、まあもちろんその習い事したりとかは、うんうん、もちろん事前にありましたし、それこそ私あの初代の CA さんの、あの初代ってエアガールっていうんですよ。あの CA さんとかキャビアテナントじゃなくて、エアガールっていうのが初代なんですよ、全日空の。それの、そういう呼び方やったってことですか。そうなんですよ、飛行機が発足して、あ、まあ昭和の時代か。そうなんですよ。で、それを演じたことがあって、初代キャビンアテンド、客室乗務員さんを演じさせてもらって、で、その時の、役柄が、うん、まあ、昔貴族だったけど、うん、その貴族みたいに亡くなったじゃないですか、あの、制度が。で、亡くなって、うん、それで、その、もともとすごいお嬢様だったけど、うん、応募してきたみたいな役柄だったんで、その時は、やっぱり品が必要じゃないですか。なんか、お作法教室行きました。ああ、そう。こっそり通って。へえ。行きましたね。お作法教室に行かせていただきましたな。はい、行かせていただきました。お作法を学ぶんやったらな。はい。なんでお前が上からやねん。いや、もう、このラジオで手遅れです。もう、お作法とか。今更、言葉遣い。水、買った買ったとか言ってるのに、もう無理ですよ。なんか、その教室の先生、すいません。私は、あの説はお世話になりました、ね。お世話になりました。あの役柄では、とても役に立ちました。でも、身につきませんでした。大変申し訳ございませんでした。一番、うわーって思ったのは何だ、目から鱗というかさ。あ、でもそれこそ、その、法事の意味とか、その、お葬式で人が亡くなられてからの、一連のやっぱりその、流れとかを知らないじゃないですか。あ、そうね。あの、なんとなくこう決まり事やと思って言ってるもんね。それを改めてこう学べたっていうのはすごい。はい。私、お茶の入れ方とかも、毎回。お茶っていうのは、ま、お抹茶の方、普通のお茶、いわゆる。普通のお茶を、急須に入れて。お茶を入れる入れ方とかを学ばせてもらって。はい。うん。やりましたけどね。あと座布団の座り方とか。あんなんないっぱいあるな。でもほとんどもうでもちょっと本当にサクッと短期間さらっただけなので、はいはいはい、全然身についてはないんだろうけど、でもなんか勉強にはなりました。楽しかったですね。で一回その、うん、コース料理の、うん、あるね、食べ方ね、食べ方の発寸の順番とかやろ、食べるがあって、で、その、まあ、和食の授業の日と、洋食の授業の日があって、はい、その、フレンチの食べ方みたいな授業があって、はい、まあ、実際にその、料理専門のコースのお作法じゃないから、うん、普通にその、まあ、疑似で、その、ちゃちゃっと軽く、オーソドックスな流れをさらっただけなんですけど、うん、なんか、実際に食べ方をやりましょうみたいな時に、うん、お皿にリンゴ1個出されて、リンゴの剥き方みたいな。あの、バナナとかもあるよな。ありますあります。ああ、で、リンゴ1個ポンって切られてないのを、フォークでどうやるかっていうのをやったんですけど。どうしたん？フォークぶっ刺したん？なんかまずその、
フォークをこう刺してナイフでこう切るみたいなのをやったんですけど、ずっと、いや、リンゴ一個出てくるとこあるかみたいな。いや、そういう気持ちが良くないでっていうことですよ。で、その、リンゴを切るナイフも、もう普通に、あの、ジグザグもないようなツルツルのやつだったんですよ。切れ味もなんか、とりあえずのナイフだったけど、はい、全然切れなくて、生徒のみんな、カシャンカシャン。それでも先生はうまいこと切りはんのやろ？いや、先生は切ってなかったんですよ。切ってないんや。切ってるみんなを見てて、なんで私リンゴ剥いてんだろうみたいな。ちゃんとやり方があるんじゃないの？そういうナイフやったとしても。あるっぽいんですけど、あるって言ってないの。なんで見とけない。ある言ってない。リンゴ一人一個。いつまで言ってもう。一個で。シチュエーションあります？ないよ。そないけど、ね、こういうのも知ってたらどうですかや。そうですね。な、うん。そんなとこ、ヘラ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 笑うな。お金あるで言ってたやろ、教室。まずは学ぶという姿勢からあなたは強制しなさい。なんでリンゴは、すごいね。もうほんならもう、右手でわーっとって、ぐっかじったってことや。いや、ほんとやりたかったですよ。やりたかった、ね。鼻水出たわ。いや、ほんとに。でもな、だからそういう精神を学びましょう、うん、ということよね。はい。あまあ、ありがとうございました、その説は。いや、よう言えたな、この流れで。どうですか所作、仕草、惹かれる仕草ありますか？あ、異性の、あります。僕、でも、あの、玄関開けてるとこ。え？中から玄関開けてる感じ。どういうこと？例えば、うん、玄関のとこは土足だから、はいはい、あの、踏まない、はい。玄関ギリギリのとこに足置いて、うん、ドアに手を置いて、はい、で、反対の手でドアをこう広げている。感じが、お母さんって感じがして好きです。まあ、わからへんと思うねんけど。わかる？このポーズは想像できる。あ、いや、わかるよ。うん、いらっしゃいませっていう感じが、すごいなんか、僕はよく頭に針を打ってもらってるんですけど、はいはいはい、針治療行くサロンのお姉さんとかそうで、はいはいはい、なんか、この、みんなそうなんですよ。やっぱそういうマンションみたいな。あ、これ好きやなって最近気づいたんです。想像できてる。できてるできてる。うん、できてます。共感は？できてない。なんか。うん。初めて聞きました。なんか、ごめん。これもごめん。オッケー受けた。いや、受けたじゃん。オッケー受けたよっしゃ。これをオッケーとするな。頼むかな。仕事した。何が仕事したい。じゃあもう一つぐらい行きましょうかね。はい、ラジオネーム、まだ眠たいさんからいただきました。私は保育士をしているのですが、スマホに挟まっているゆずるさんの写真を見て子供たちに、先生の彼氏と質問攻めに遭い、今の子たちはおませだなぁとびっくりしてしまいます。うんうん、お三方は子供の頃好きだった先生や、好きだった子はいますかと。うん。おったなぁ。さゆり先生やな。あー一回はやっぱり先生のこと好きになるもんな。そうですね。でもめっちゃ綺麗な人でしたよ、今思っても。うん。菊組の時の。あ、幼稚園の？はい。それなんかあったん、その先生と。なんか、その、好きって言ってみたりとか。いや、そんなもう全然喋ってもくれない。なんでやねん。その先生は悪ないやろ。いやいや、そんなもう恥ずかしくて。ああ、まあな。女の子あんの？その先生のお好きなんだみたいな。私は、今まで若い先生がいなかったかもしれない。うん、もうお父さん、おじいちゃんぐらいの。はいはい、確かに。そういう先生ばっかりだから、そんななんかこう、異性として憧れるみたいな経験はないですけど、うんうんうん、好きな、なんかこう、この先生大好きみたいな先生はいて、うん、あの、小学校の伊藤先生が、毎朝、うん、あの、浜崎あゆみさんのファンだったんですよ。伊藤先生。トラウマって曲を。はい、わかるよ。うん、毎朝踊ってたんですよ。明るい先生やな。あの、みんなで。みんなで私たちも、あの、トラウマ踊る時間があったんですへパラパラみたいな。お小学校2年生ぐらいで。はい、で、まあ、浜崎あゆみさんはなんとなく知ってたけど、わかんないまま。まあ、2年生ぐらいだったらまだわからんわな。それを毎日踊ってたっていう。なんかわかんなかったけど楽しかったな、みたいな。そう、 なんかそういうさ、なんか、うん、あ、どういう意味やったんやろうっていうことの方が覚えてたりするよな。うん。うん、そうですね。うん。
なんか俺その中3の時に一番この衝撃的な不妊の仕方してきた先生がってこれ言ったことあると思うんだけど、全校朝礼で、はい、中学3年生俺らがなった時に、この先生赴任してきました。その先生が朝礼台のバーッと上登って、ほんまに30秒ぐらい何も言わんと、子供に自由はありませんって一言だけ言って降りていった先生がほんでその先生、うわ、えっこい先生来たなって言って教室入ったら、もうベタにその先生が入ってきて、このクラスの担任は私ですってなった、うん、めっちゃ変わった先生がおって、女王の教室みたいですね。でも、あの、男の先生、うん、おじさんの先生だったけど、うん、でもなんか、すごいユーモアのある。へぇー。面白い先生で、厳しかったけど。あ、そうなんだ。でもその先生が、俺らが卒業するときにお別れ会みたいな、があって、はい、中学3年生4クラスあってんけど、4クラスみんなが、集まってるところに、1組から4組の先生がいろんな出し物したり、はい、なんか、手紙読んだりとかあってんけど、うん、その先生だけ、一言も何も言わんと、もうどこの民謡か忘れたけど、なんか聞いたことない民謡を、その先生がアカペラで歌ったんよ。でも、なんかわからんけど、その、すっごいメッセージ性を感じたのよ。いや、その先生がなんでその民謡を歌ったか聞かなかったけど、でも多分何かすっごい伝えたいことがあったんやなって。なんかすっごい素敵な先生やなと思ったの。響いたんですね。そう。何のこっちゃ意味わからなかったね。意味わからなかったけど、今大人になってこうやって振り返っても、なんか。かっこいいですね。ああ。へー。そう、だからなんか、ね、すごい意味聞いときゃよかったなとも思ったけど。今どうされてるんですかね。いや、そうね。本当に。なんかこう、多くを語らない先生やったから、余計に。いいですね。うん。面白かったですけどね。へー。本当は、先生はその、小学校の時はなかったんですか？小学校、中学校は。好きな先生、うん、その、幼稚園の時以外は。でも、塾の先生、おちょっと年近かったんですよね。綺麗な22歳ぐらいの中学生か。はいはいはい。僕が。うん。ただ大好きで、うん、あの、中学生ですよ。はいはい。家は知ってます。金も怖アウト。帰り道。アウトです。帰り道やったらアウトです。気をつけてください。もうこんな言うてへんから、ほんま。いやいや。中学生ですからね。何やねん、それ中学ですからね。言うても。今は違う。当たり前やねん、そんな。今はほんまにアウトやねん。いや、ちょっと物心ついてんの怖いっす。いや、でも、そう、やっぱそういうアイドル先生やったんで。ああ。やっぱ帰り道やったんだ。ああ、そう、何回言うねん、それ帰り道。さあ、それではここで一曲お届けしたいと思います。ぼっちぼろまるで、鎌倉スタイル。アインシュタイン山崎ひろの聞いてあのハート。さあ、それで引き続き、お便りを紹介したいと思います。はい、この方いきましょう。ラジオネームハニーメリーティオさんからいただきました。イズルさんの食べ物のチョイスを取り入れるようになり、体の調子が少しずつ良くなっている感じがします。朝オーガニックバナナ、ご飯なるべく小麦をセーブ、お酒、麦焼酎、お茶割りなど、自分で糖質がないもので、飲んでます。うん、変に無理せず、セーブしているという感じですが、グルテンを抑えている効果かと思います。皆さんが気にしていること、試していることがあれば、教えてください。どうです？でも本当にちょっとした、なんか、じゃあ、その、甘いラテか、はい、甘くないラテか、とか、だけでも全然違いますよね。まあね。本当に、その、ちょっとしたものを減らすだけで、全然やっぱり、変わるなって。美味しいものには、ね、多少の犠牲が生じるという、そうですね。イメージやな。何やってるかな。食べるもんはどうなんですか、あなたは。食べるもんは、はい。あ、でも、お米に雑穀米みたいな、はいはいはい、紫色になっていく、やつ混ぜたりとか。はい、何で紫色になっていく、紫色の。雑穀米でええやんけ。なんでそのいらん言葉出すね。いや、知ってる人と知らない人がいるから、うん、お米が、あんな真っ白だったお米が、うん、まるで、悪魔のような紫色になっていくやつ入れてます。違う、雑穀米でええやん、別に。いや、わかるかな、雑穀米。わかるよ。心配になって。何がやねん。リスナーさんがわかんのかな。わかるよ、大丈夫やって。お前が言ったことによって気持ち悪って思う。あとこの納豆のこの、はい、そのまるで、まるですごいこの、虫の。出ないなぁ。雲、
蜘蛛の糸のようなまるで、はい、あの糸を引く納豆っていう知ってるって納豆はとか食べてます周りくどいねすいませんすいませんちょっと下手で知ってるよいやいやとんでもない何がやこれが漫才何がやねんこんなおもろない漫才あれんやろお前なるほどなるほどやれ諦めたら確かにね。まあでもまあ、いろいろ調べれるからね、今は。だからまあ何を自分が取り入れるかっていうことだと思いますけど。本当に人によって合う合わないありますもんね。これが合うって言われてるけど、自分には合わないとか。やっぱため、トライアンドエラーですよね。確かにね。本当に。私はその、お肉とかを減らすと痩せやすくなるんですよ。私は。あ、山崎ひろなは山崎ひろなは。なんで、その、だから逆にお肉が合ってる人も多分いらっしゃいます。なるほどね。だったら、お肉でダイエットする人もいるしね。赤身とかで。お肉すっごい大好きなんですけど、撮影大事な前1週間とかは、お魚メインにしたりとか。それとすごい調子良かったりしますね。まあね、なんかやっぱり、自炊が3、4日。続いたら、やっぱりちょっと体楽やもんね。いやー、わかります。わかる。量調整できますしね。まあ、それもあるしな。食べ過ぎてしまうんやろな、やっぱ外行って。そうですよね。食べたら。だって、コース料理なんかとんでもない量出てくるもんな。いや、結果考えたらよ。だって、確かに。それをさ、お昼定食の量で一気にバンって出てきたらびっくりするやん。確かに、そうか。お腹いっぱいになってますもんね。そうそう。しかも2時間とかをご飯食べるってあんまないですよね。いや、そうやで。ずーっと食べてる。ずーっと食べてねえで。確かに。だから食べ過ぎてんねんね。基本的にはな。もう極論3食じゃなくてもいいみたいな説もありますもんね。俺だって今日バナナとヨーグルトとアサイーしか飲んでないけど。もう出る。もう出る。いやもう今夜7時半やけど、俺全然腹減ってんもん今。やっぱアサイーは入れるんですね。まあなんか永遠かなと思って撮ってる。アサイー？うん。食べないですか今日は。食べんでもいけるな。うん、俺もやけど。なんで？俺今日なんか食べた？おサンドイッチだけ。それ今日食べへんの？女。別にどっちでもや。なんか出てきたら食べるけど、出てきないかったら食べへん。食べたいもんとしては何な？え、焼肉。むちゃくちゃ空気やん今日。もう焼肉しか言わん。こいつ振ったら。やばい。河合さん飽きてるの食べ物知らんのでも焼肉って言ってほしいとき、こんなに安心できる相手おらん。もし焼肉って言ってほしい場面があれば。確かに。少ないやろ、そんな場面。じゃあもう一通ぐらい行きましょうかね。はい。はい、ラジオネーム A ちゃんさんからいただきました。はい、突然ですが、私は掃除が好きで、お休みの日は必ずと言っていいほどお家の掃除をしています。素敵。特に好きな掃除は窓のサッシの掃除です。うちは軒先が少し短めなため、意外と短期間でもすぐに、汚れてしまうのですが。その度に掃除をして、短いレールが綺麗になっていくのを見るとストレス発散にもなります。しかし、周りにはサッシの掃除が好きなのとあまり共感されません。皆さんも周りからなかなか理解されないけど、ついつい自分がやってしまう行動はありますか？サッシ。すごいですね。確かにやってないかも。長いこと。めんどくさいってなっちゃうとこじゃないですか。そうやな。だって、くぼみが多いから。すごいいいですね。確かに。掃除好きって。素敵。掃除ね。うん。ベランダ掃除するの好きでしたけど、高圧洗浄。はいはいはい、はい。でも芝を敷いてしまったんですよ。はいはい、だから、やりに、なんていうんですか、汚れがビャーンって取れる感じが気持ちよかったのに、それができなくなって、今どうなってめっちゃ汚いんかな、もしかしたら芝。いや、そら汚れてるで、だってお前あんな大通り沿いの。マンションで。まあまあ、なんで言うの？大通り沿い。いや、確かにね。いや、でも汚れてるで、やっぱり。そうですよね。だって、その、ちょっと上の方の階やけど、なんで上の階でこんな汚れんねんと思うぐらい汚れてんもん。すすね、汚れね。ああ。すす。え？黒い。黒い汚れ。え？どんな汚れ？あ、違うかな、みんなと僕は。
え？の汚れ。お前、なんか焚き火かなんかの横にいてんの、ずっと。煙突の中住んでます。大ごとにすんなって。ってなってないって、まだ。そんなになってないね。その、坂上さんに言われんねやったらええわ。ヒロナちゃんが言うことによって、大ごとになる。なんでやねん。なってないやん、なってないですよ。怖いわ。掃除な。掃除でも俺、まあ、いろいろあるけど、はい、ルール。その、シルバーのとこ絶対拭くとかさ、はい、あるけど、洗面所で髪の毛乾かしてしたら、絶対掃除機かける。毎回。明日でよくないですか？髪の毛だって、あ、いや、いいよ。明日で。わって。じゃあ、お前は入ってくんな。大ごとにすんな。何やねん。適当に言うな。俺の必殺技。俺の大好きな必殺技を。必殺技っていうほど決まってないやろ。お互いがお互いを見下し合ってる。それ髪の毛が。いや、気になる。なんか白のタイルやから余計やねん。見える？うちも白ですよ。もう、見えへん、めっちゃ。まあ見えるけど、明日。明日もする？そんな。明日一週間ぐらいでいいんちゃう？いや、それは、ちょっと抜ける量が違うんで、すいません。どっちが多い？みんなの方が抜けてるの。何が？髪の毛を。俺抜けてるの。抜けてると思うけど、その、分母が少ない。で、まあ、もう言おうか、ハゲてるやんか。だから、じゃ、周りくどく言ってもなんかわからねえって言うけど。どういうこと？僕がやらんでいいってことですか？僕はだから、あんまりだから、まあ、そのやらんでいい。分母が多いから。分母が少ないからやろ。分母が少ないから、抜ける量も少ないから、一週間ぐらい置いといてもお前はええでっていうこと。うん、多分大丈夫じゃん。そういうこと。落ちても、そん目立たないけど、だからじゃないですか。うん、遅いから、うん、みんな目立つ？わかる？そんなん。目立つよ、そんな。落ちたら。見えへんくない？見えるよ。なんか、結構この、洗面台を横にさーって指でさーって、やっとなんか一本見える。やっと見えてきたぐらいになるんちゃうみんな。ちゃうよ。みんなとはちゃうよ。うん、そうですよ。そっか。だからみんな、うん、大変やろ。稲田さんは、もう一週間とか大丈夫です。でいい？ちょうど。大丈夫。うん。大変やな、みんな。そうやな。そうですね。頑張りよ。大変。頑張る、ほんまに、マジで。うん。綺麗やろ、お前、洗面所、ほんと。綺麗。髪落ちてへんもんな。落ちてへん。でも、横、端から端まで指スーってやったら、一本。それなんやねん、その、スーってやったら、一本だけ取れる毛。やっと見えてくる。さあ、ということでございまして、皆さん。何でも結構でございます。普通歌も募集しております。お気軽に送っていただきたいと思います。メールアドレスは、hh@joqr.net、hh@joqr.net です。アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハート、私の一等賞ソング。このコーナーではリスナーの皆さんの一番泣ける歌、一番熱くなれる歌など一等賞の歌を送ってもらいかけたいと思います。はい。ラジオネーム秘書3号さん、スーパーセルの君の知らない物語をリクエストします。夏の思い出と静かな失恋に歌声が相まってカラオケに行くと必ず歌っています。あら、山崎さんと同い年なので世代には刺さる一曲だと思います。ぜひかけてください。はい、はい。熱いお便りですね。はい、それでは聞いてください。スーパーセルで君の知らない物語。アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハート、ボートレースインフォメーションのコーナーです。このコーナーではボートレース情報を毎週お伝えしていきます。今週ご紹介いただくのは文化放送の久保あかりアナウンサーです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。現在香川県ボートレース丸亀で SG 第70回ボートレースメモリアルが開催中です。先週もお伝えしましたが、このボートレースメモリアル、レースの中で最もグレードの高い SG レースになります。はい、ボートレース発祥を記念したレースでして、1955年から続く伝統のある大会です。このレースには全国のボートレース場を代表するスターレーサーたちが出場していて、地元の威信をかけて戦っています。はい、そして今日9月1日はボートレースメモリアル最終日、
優勝戦ですね、はい、優勝賞金覚えていらっしゃいますでしょうか。4200万円、はい、この大金をかけてスター選手たちが激突します。はい、はい、でレース開催期間中ですね、丸亀ですから地元の超人気うどん店が毎日日替わりで出店しているそうで、なるほど、はい、うどん祭り開催中なんですね。ここで皆さんに聞きたいんですが、うどん何トッピングがお好きですか。トッピング、はい、多分個性出るんじゃないかなと思いまして。確かに、いや、いろいろねありますけど、明太子、今僕も大阪でむちゃくちゃハマってるうどん屋さんがある。え、教えてください。嫌です。なんでですね。白の服でちょうどうどんっぽいですよ。誰が白の服やから。いやいや、よくあるじゃないですか、あのちくわの天ぷらのトッピング。はい、そのちく、まあ、うどんもちろんめちゃくちゃうまいんですけど、うん、そのちくわの天ぷらがもう史上最強にうまい。ちくわが、いやいやと思うやん、ほんまにめちゃくちゃうまいんですよ。タイのすり身のちくわ。タイのすり身、あ、高級。はい。しげみっていううどん屋さんなんですけど。しげみ。言ってくれた、さらに。はい。よかった、教えてくださいました。いや、マジでほんまに、めっちゃ行ってみてほしい。あ、行きますよ、大阪のしげみ。冷やしですか、あったかい方ですか。この季節はまだ冷やですね。冷やの方で。はい。まず2月ぐらいまで冷やなんで。俺はそうね。冷や冷や。冗談で言ったんですけど。大体冷や。大体冷やですよ。3月のまあ、中旬ぐらいまで、ちょっとあったかいのって。3月の下旬からはまた冷や。短い。ほぼ冷や。こんなあったかいものなのに。いや、これがでも冷やが、冷やの出汁もめちゃくちゃうまい。大阪出汁美味しいですしね。はい。とんでもなく美味しいです。川井さん、うどんめっちゃうまそうに食べんね。あの、ロケとかでももう練習してきたやろっていうぐらい。じゃあ、お前が下手すぎん。すすり。ほんま下手やね。箸使うもまず下手やし。まあ、すすりにくいからしょうがないですよね。お。お。優しい。じゃあ、行きますか。確かに。さらっと行って。すすりにくいってどういうこと？普段が。行っちゃっていいんですか？行きますか。普段ってすすりにくい？いや、まあ、すすりにくい。個人差ありますもんね。ああ、言ってた。やっぱり。まあ、皆さん、うまくすすれなくてもうどん楽しみながら。どんなまとめ方がいい？どんなまとめ方がいい？ください。そしてですね、大事な情報です。今夜、文化放送をはじめ、全国のラジオ局で、ボートレースメモリアル優勝戦の模様、生放送いたします。ボートレースライブ、SG 第70回ボートレースメモリアル、メモリアル優勝戦実況中継、この後夜8時30分から生放送です。はい、文化放送のスタジオからは牧島紀彦アナウンサー、ゲストにはお笑いコンビパンプキンポテトフライのお二方をお迎えします。はい、さらにボートレース丸亀からはヒート&ハートでもおなじみですね、はい、熱血の高橋正一アナウンサーが現地の盛り上がりを合わせてお伝えします。はい、こちらもぜひお聞きください。はい、以上ボートレースインフォメーションでした。さあ、エンディングでございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは hh@joqr.net hh@joqr.net でございます。また番組公式 X のフォローもぜひぜひお願いいたします。ハッシュタグひとはとで皆さんからの投稿をお待ちしております。普通たコーナーメールを読まれた方の中から抽選でステッカーをプレゼントいたしますので、住所氏名電話番号書いてじゃんじゃん送ってください。そして最後に、一つお知らせがございます。公開収録、ね、どうえってないね、すげえ。もちろんよ、もうこれぐらいのペースではあると思っておいていただいて、もう遅かったね、慣れないと、はい、そう遅かったね今回は。次の公開収録9月27日お、シックスウェイク六本木にて行います。はい、はい、詳しくはひとはと公式 X をご確認ください。たくさんの応募お待ちしております。お願いします。お願いします。ということでございまして、皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。アインシュタイン山崎ひろなヒート&ハート、この番組はボートレース振興会の提供でお送りしました。